こんにちは、オランジョリーのミカです。今日は温度調整ができるトースターを使ってレーズンロールのちぎりパンを作っていきます。もちろん電気オーブンでもガスオーブンでも作れますのでご安心くださいね。初心者の方でも簡単に作れるレシピになってますので、ぜひ一緒に作っていきましょう。材料と作り方のまとめは最後に載せています。最後までご覧になっていただけるととても嬉しいです。では作り始めていきましょう。まず計量します。ボウルに強力粉 250g、 イースト 5g、 塩 5g、 砂糖 20g を計量します。カードの丸い方を使ってよく混ぜ合わせてください。混ざりましたら牛乳 145g、 卵 30g を加え、さらによく混ぜ合わせます。粉気がなくなってきましたらテーブルに生地を出します。手のひらを使って大きく伸ばして材料をしっかり混ぜていきましょう。材料が全体的に混ざって手のひらと一緒に生地が戻ってくるようになったら生地を左右に転がします。急がなくてもいいので上半身の体重をしっかりかけて力強く転がしてください。生地に弾力が出てきたらグルテンのチェックをします。生地を振りながらゆっくりと伸ばしてみてください。すぐ切れなければミキシング終了です。次にバターを混ぜ込んでいきます。バター 20g を細かくカットして生地に包みます。最初にやった生地を大きく伸ばすという作業でバターをしっかり混ぜ込んでいきましょう。バターが混ざれば終了です。生地の表面がピンと張るように丸めます。丸めたら一次発酵していきます。30度で40分、だいたい2倍くらいになるまで発酵させてください。その間にレーズン 70g の下準備をします。お水に15分から20分ぐらいつけて、その後よく水切りをしておきましょう。レーズンがふっくらします。40分経ちました。しっかり膨らんでいますね。フィンガーテストをして穴の大きさが変わらなければ発酵完了です。生地をテーブルに出していきます。出しましたら分割する前にガスを抜きましょう。分割は大体でです。2分割にしてください。丸めて10分ベンチタイムを取ります。乾燥しないようにラップをふんわりかけておいてください。22cm×26cm の型にクッキングシートを敷いていきます。型がない方はクッキングシートを用意してお待ちください。では成形していきます。台に打ち粉をして軽くガスを抜きましたら生地を伸ばしていきます。だいたい 18cm×26cm ぐらいに伸ばしていきましょう。なるべく生地の厚さが均等になるように伸ばしてみてください。レーズンを散らします。だいたい半分ぐらい乗せて生地全体に広げてください。奥1センチは巻き終わりなので散らさないようにしましょう。お好みでシナモンパウダーをかけていきます。でグラニュー糖ですね。甘いのが好きな人はグラニュー糖たっぷりだと美味しいです。手前から生地を巻いていきます。あまりきつくならないように巻いていってください。横から出たのは押し込みます。巻き終わりをしっかり閉じていきます。はい、もう一方同じようにやっていきましょう。倍速でいっちゃいますね。あら、こちらの方がレーズン多かったですね。はい、じゃあ分割していきます。最初に8分割になるようにガイドラインを入れてみてください。カードで一
気にカットしていきましょう。型に並べていきます。まず四隅に置いていきます。型がない人は2列4個ずつ5ミリぐらいの隙間を空けて並べてみてください。2個ずつですね。まず周りから並べていきましょう。でバランスよく並べてみてください。ちょっとね、生地同士の隙間が多いようなので上の方を押さえていきます。巻きが潰れないように押さえてください。そしたら35度の発酵機で30分から35分発酵させます。生地同士の隙間が少し空いてるくらいまで発酵させます。その間にオーブンに余熱を入れておいてください。30分経ちました。ふっくら膨らんでるの分かりますか？生地同士ほとんどくっついてますね。で卵を塗っていきます。生地を潰さないように優しく塗ってください。では焼いていきます。アイリスさんのオーブントースターでしたら220度で13分から15分、電気オーブン、ガスオーブンは180度で15分ぐらい焼きます。はい、焼き上がりました。いい色に焼き上がってますね。美味しそうだと思いませんか？今回は粉糖を振って仕上げました。焼く前にアーモンドスライスを乗せてもいいですし、焼き上がって冷めた後にアイシングをしても可愛らしく出来上がると思います。いかがでしたか？私も作れそうって思った人はぜひチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。